吉田さん、まあ、確かにねその嫉妬が自分の原動力になる部分があったりまあ、それからね嫉妬が破滅に向かったりするわけなんですよね。あのやっぱりこう妬みとか嫉妬とかっていうのはなんかそのリベンジマインドなのかなと思うんですよ要するに仕返し,をしてやるみたいな感じでね、うん、まあそうなるとあんまり良くない例をお話しするとなるとねあのその 復習が終わった時にそのモチベーションが終わるのかなっていう気もするんですよ一つはね、えー、要するに、えー、フェラーリ乗って羨ましいなと思って俺もフェラーリ乗ってやるぜとかね女子アナと合コンしてやるぜみたいな感じでわーっと盛り上がってフェラーリ手に入れました女子アナと合コンしましたそこでモチベーションが終わってしまうパターンつまりその嫉妬心っていうのは長続きしないっていうのが一つあるかなと思うんですよただ嫉妬心が動機になって 目標を目的を達成した後にそのスキルノウハウ自信ってものが残って嫉妬の概念は消えたんだけども今度は喜びのために自分の喜びのためにやってみようかなっていうふうにポジティブに気持ちを切り替えられるとまあ要するにね私は思うんですけどもビジネスでも何でも人型の人物になったらマインドが変わっていってねもう嫉妬とか復讐とかではなくって。 なんか別のところに、まあ、爽やかな目的のためにね顔を向けていくことができるのかなとかね、うん、かそれこそ世のため人のために、うん、何かできないかなとか自分でもできたんだからみんなにもできるんじゃないかな少なくとも10人中10人ができなくてもその中で1人でも2人でも自分のように幸せをつかんでくれる人がいればいいなみたいなね今度は提供マインドに変わっていく。 のかなと思うんですよまあ、そうしたら健全なマインド変化になるのかなとか思うんですけどもね、うん、で私もそうですし吉田さんもそうで基本的には自分のお金のためにやってるところはあるけどもでもお金を払って自分の言うことを聞いてくれてる人が成功したらねそれはなんか別の喜びがありますよね。でそういった自分の生徒さんが、うん、なんかこう成功してくれたらそれがモチベーションになってまたね もっと頑張るぞみたいな、ね、もっといい商品作るぞみたいなもっとサポートするぞみたいになってくるのかなっていうところはあるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあ私はでもね本当に這い上がるためにやったこと自身がその経験とかノウハウが今度はあの自分のためではなくて誰かのためになるんじゃないかなっていうふうな、まあ、夢を抱くようになりましたね。はい、それじゃあいってらっしゃいい。